ーマリオメーカー2の音符ブロックを使って演奏を作りましょう。最初にワールドの大きさを最大にします。中央の太い縦線から4マスごとに目印になるブロックを置きます。音遊びを選んだらシーンのマークをマリオに重ねます。設計図を見ながら音符ブロックを並べます。音符ブロックは長押しして色付きのものに変えます。敵またはアイテムを置いた後、同じ位置に雲を重ねます。最後にマリオが移動する床を設置します。今回使う床はこちらです。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。どうもこんにちは。本日の担当アンズです。とうとうやってきました、スーパーマリオメーカー2アップデート。マリオがまさかのリンクになったりとかしてびっくりしましたよね。今回のアップデートで敵アイテムもいろいろ追加、つまり音ブロックと楽器の種類も同時に増えたんです。やったー。というわけで今回は追加された新楽器プラスストーリーモードで手に入れられるスーパーボールフラワーを使ってミキトピーさんのロキを作ってみました。どういった楽器が追加されたのと気になる方もいると思いますので、今回からちょっとずつ新敵アイテムの紹介をしていこうと思います。今回はこちら、マスターソードです。ゲットするとリンクに変身できるアイテムですね。マスターソードは初代マリオのゲームスキンのみで使用することができます。使いたい時はスーパーキノコを長押しすることで手に入れることができますよ。音ブロックで実際鳴らしてみるとこんな感じです。トランペットみたいな楽器の音がしますよね。ちなみにこのマスターソードは横とかに動き出さないアイテムになっています。つまりブロックで逃げ出さないように囲いとか作らなくていいんですよね。今までのマリオメーカーではファイヤーフラワーしか動かないアイテムがなかったので、すごく助かるんです。この仕様ありがとう、ニンテンドー、ありがとう。皆さんもぜひマスターソードで演奏コースを作ってみてください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。みんなの音ブロックチャンネルではいろんなゲームの音ブロックを使った演奏の作り方解説動画を毎日投稿しています。よかったらこちらからチャンネル登録をお願いします。リクエストをしたい人は曲名とマイクラ、フォートナイト、マリオメーカーのどのゲームで作ってほしいかを書いてコメントしてください。本日の担当は時根さんでした。またねー。